どうもこんにちは、俺様です。今回もアセットコールさんに追加されたジャパニーズパックの車を撮影していきたいと思います。今回の車は日産フェアレディ Z G34 バージョンニスモですね。バージョンニスモの G34 といえば、この間警視庁に3台納入されたということで一時期話題になりましたが、実際に走ってるのをもう見た方も結構多いとは思います。高速首都高乗ってるとね、後ろからいきなりやってきて、なんだこの生意気なライトはと思ったら G34 のニスモだったと。まあそんなことがよくあるとは思うんですけど、 G34 ニスモ、まあ実質最上位グレードですね。はい、この子、1個前の動画が R35 のニスモだったんで、まあ覚えてる方も多いとは思うんですけれども、この赤のラインがね、やっぱりたまらなくかっこいいニスモバージョン。このなんていうのかな、シンプルだけど渋いというかかっこいいというか、シンプルなのに目立つっていう、究極じゃない？究極系だよね、この赤の使い方は。一番好きだわ、多分ニスモのデザイン、車だけじゃないけど。うん、まあそんなことはいいんですけど、このね、見て、ライト LED なんですね、完全に。いや、最近の車はそういえばもう純正でテールもブレーキもポジションもウィンカーもみんな LED なんだなと、また自分の中の車の歴史が止まってることを痛感したんですけれども、 LED にしかもヘッドライトはプロジェクターという、プロジェクター形式、この丸っこいやつですね。レンズが入っててプロジェクター、あの映像のプロジェクターみたいになってるから多分プロジェクター形式だと言われてるんだと思うんですけど、まあ、HID とプロジェクターの相性が究極にいいのでね、最近日本でも人気になってきたみたいなんですけど、俺が乗ってた GGR400、あの飛行はフロントライトの形式が確か H4 だったのかな、H4 の切り替え方式だったの、一等の切り替え、ハイローが切り替えだったんで、究極に相性が悪くて、しかもリフレクターがすごい、HID にするともういろんなとこ飛んでっちゃってて、前の人相当眩しかったんだろうなと思いながら乗ってたんですけど、うん、プロジェクターに HID つけるとね、すごい相性いいから、バシッと、光軸も決まると思います。さあ、なんか、ちょっとライトの話になっちゃったんですけど、気づきます？そう、 Z は NA なんですよ。要はターボがついてないってことですね。日産から出てる、まあフラッグシップというか、フラッグシップは違うな、日産から発売されてる車のツートップって俺は勝手に思ってるけど、ターボ車が GTR、 NA 車が Z だと俺は思ってるんですけど、まあ NAにこだわってるのかな、そこまでは知らないんですけど、まあ自然吸気ということで仕上げられた車がこのフェアレディ Z なんだと思います。うん、まあ速そうな音だよね。さあ、というわけで今回も早速走っていきたいと思います。やっぱりね、バージョンニスモっていうだけあって速いよね。完成してるし、足もしっかりしてるよ。やっぱりね、やばいやばいやばい。1個前に乗ってたのが R35GTR のニスモだったんですけど、まあやっぱりギアのレスポンスがね、非常に遅く感じますね。マニュアルでクラッチ自分で踏んでるから当たり前なんだけど、もうレスポンスいい方なんだけどね。やっぱ R35 のニスモって化け物だよね、とレースカーだと思う。で、個人的にはね、G34 の顔が
あんまり好きじゃない。わかるこれ。うんってなってるやつ。うんって。G33 まではさ、丸っこくてさ、可愛いライトあったじゃん。ペローンって感じ。なんか、この、最近のトレンドなんだかわかんないけど、G34。まあ、ジュークとかもそうかな。うんってなった。ヘッドライトの形。最近多いけどね。になっちゃって、ちょっと、なんか生意気になったなって。まあ、最近はこれはこれでありかなってまた慣れてきちゃったんだろうね、思い始めましたよ。やっぱ安定してるね、しっかり作ってあるよ、足回りが。全然ロールしないもん。 RX7 とか、まあ、比べてもしょうがないんですけど、やっぱりあれを運転した後に同じ FR 車でZ のニスモ仕様に乗ると運転の差がありますね。やっぱ扱いやすいというか、完成されているというか、そういう感じ。うん、やっぱドリフトには持っていけないね。いや、車両的な意味じゃなくて腕的な意味でね。多分パワーあるし、普通にドリフトできると思います。カウンターがコントローラーだとうまく当てられない、当て方がわからない。速いね、速いし安定してるよ。おっと、ひどいひどいひどいことになってるな。さあ、というわけで今回ご紹介したのはフェアリティ、日産フェアリティ Z G34 型のニスバージョンニスモでした。やっぱりニスモが出してるのに間違いはないって感じだね、今のとこ。まあ、まだ R34、 R35 とこの G34 しか乗ってないけど、素晴らしいと思います。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。次回は何だろうね。もうそろそろ本当に新規追加されたジャパニーズパックで追加された車両も紹介できるのもわずかかなと思います。じゃあお疲れした。バイバイ。